これからやりたいことがあるんだけどとか、ね、自信がないんだけどとやる気入れたいんだけどっていう人に超大切な話があるんですよ。でマジねこれを僕10年前に聞いてたらだいぶ人生楽になってたっていう話だね。実は僕やる気のスイッチが入っている時、覚悟をして決断をしてよし行くぞって動いている時がもう本当に人生の中で一番幸せのトップ5ぐらいには全然入る時なんだよね。でね、自信で自信ついているふりをする、ね、やる気を入れてできるって入れて動く、覚悟を決めて決断する、ね、動いていくっていうのは超大切なんだけど、ここにもう一つのものを入れないと失敗する可能性がめっちゃ高いんだよ。これ何だと思う？何が足りない？やり方なんだよ。やり方が足りないんだよ。例えばね、僕の場合は僕はビジネスをやった後に大学に行ったんだけど、25、6歳の時に大学卒業したのかな。まあその時にアンソニー・ロビンズっていう人の本をいっぱい読んで、で彼のトレーニング28日間の音声のトレーニングプログラムとかやって、俺ライフコーチになりたいって決めたのね。でもうやる気入ってます、覚悟してますね、決断降りてます、うわーみたいな感じで、いや人生良くなるぜうわーみたいな感じで進んでったわけよ。そしてどうなった？やる気が持たなかったんだよね。ピシュってなって、なんかバルーンに風船にピシュッと刺すと空気がピシュッ、やる気が抜けてって、あーって。なぜかというと結果が出ないわけよ。何度も何度も自分を押して頑張ってやる気満々でやってるんだけど結果が出ないから、どんなに自分の過去を見てもうまくいってないんだよ。でやる気がなくなったの。で次どうなった？次どうなったと思う？やる気を入れるのが怖くなったんだよ。夢を持つことに恐怖を感じてきたの。だから夢なんて諦めて、ああこういう辛い環境で働くのが当たり前なんだよなってマジ泣いてたぜ。28、29の時に昔夢あったよなって、あんなバカバカしいこと思ってたよなって。本当にポイントはやる気、決断、自信って入れたらさ、やり方を学ぶといいんだよ。どういうことかというと、前のさ自信をつくね、3つのステップっていうのがあったじゃん。自信ついてるふりをしろ、笑顔でいろ、そしてそのベースボールみたいに1回ストライクしても諦めない、ね、1回チャレンジして決めて動いてうまくいかなかったら諦めないやろ、ね、例えばベースボールでボール投げてくるんじゃん、ピッチャーがスパーンストライクして諦めるか、諦めるわけねえやろ、まだ2ストライクあるもんな、パーンって打つやろ、いやー当たんねえわ、ストライクアウト、オッケー、じゃあちょっと待って、ラウンドあって3アウトでもう一回出番した、見事に必ず全部ストライク、やーべーなーと思って次の試合行きます、1週間後、そこも完璧にストライク。これが3ヶ月続いたらどうなる？諦めるんだよ、やる気がなくなるんだよ。どんなに根拠がない自信を持てって言われても、人間は人間だから結果が出てないと諦めるんだよ。でな、面白いことがあるかもしれないんだよ、ね、やり方が間違ってるだけかもしれないんだよ。例えばベースボールってさ、こう打つやろ、俺は知らないで、ね、バドミントンのように打ってたとか、ゴルフのように打ってたとか、そりゃあな、ベースボールでピッチ来てる時にバドミントンみたいなの当たるわけねえよな、ねえ、またゴルフのようにこうやってスイングしたんじゃ当たり前ないんですよ、そりゃ当たんねえよ。だからやり方を教えてもらうんだよ。でここの3つのステップっていうのがあるのね。でそれは1つは決断してコミットしたらやり方を学ぶ、これステップ1なのよ。でステップ2はやっている人に教えてもらうの、これ本当に大切なんだよ、
ね、野球だったら自分野球やってるんだけどなんかバドミントンみたいに言ってる。いわゆるそのやり方を学んで実際にこのスイングできる人をに教えてもらうんだよね。で3つ目は、ね、やっている人たちと仲間になることなんだよ、ね、なぜこれがめちゃくちゃ大切かっていうと、実はね1957年のカート・リッチャーっていう人がジョン・ホプキンス・スクール・オブ・メディスンであるひどい実験を行ったんだよ。何をしたかっていうと、ネズミをガラスのでっかい瓶に入れて水を半分だけ入れてネズミをその中に入れたので、何分待ったらネズミは人生を諦めるかっていう実験をしたの。で上からずっとプーンって浮かんでるネズミが出てきたら、上からホーズでプシューとかジェットみたいな感じでバーってネズミが出てきて、マジネズミをおぼさせる、ドラウンさせようとするわけよね。もちろんまあ最後には多分助けてると思うけどな。ポイントはさ、ね、このネズミガラスの中で泳がせて必死になって、人生必死になって泳いでるわけよ。面白いのよ、中にはな15分で諦めちゃうネズミたちもいるわけよ。でな、中には60時間泳ぎ続ける超根拠がもう自信持ってるネズミとかいるわけよ。60時間ネズミ泳いでんだよ。60時間だよ。それ2日半必死に自分の人生を泳いでんだよ。何なの？なんで、ね、15分で諦める自信が、諦めるネズミがいて60時間諦めないネズミがいるのか。これは人間も同じような考え方なんだよ。カート・リッチャーさんは、ね、何をしたと思う？深いぜ。今度は、ね、全てのネズミに、ね、2分間おぼらせて、それだったらちょっと手伝ってあげて大丈夫だよっていうのをやって、で今度2分間を5分間にするとか、でちょっと10分間15分にするとか。だからネズミに辛いのは来るかもしれないけど終わるんだよっていうことを体験させてあげたのね。そしたら今度マジ全てのネズミが人生諦めないで泳ぎ続ける、もうずっと泳ぐっていう感じになったわけよ。どういうことかっていうと、ゴールが明確に見えてるとやる気は続くんだよ。でもゴールが見えないとやる気がピシュッて抜けちゃうの。だからどんなに根拠がある自信とかやりますとか決断とかやってもね、その結果が出ない、ゴールにたどり着いてるっていうことを自分で感じることができないとやる気が抜けちゃうんだよ。で僕のおすすめはやり方を学んでっていうことなんだよ。でこのやってる人と会うこと、やってる人たちと仲間になること、これを入れるとこのステップが明確になるわけよ、ね、まず最初にベースボールでバドミントンに打ってるからこうやって握るんだよっていうのも入るかもしれないし、いや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 、ベースボールだから必ず当たんなくてもいいんだよって、一つの試合でワンでシングルで、ね、ベース出してるだけで十分なんだよ。ホームラン、自分がホームラン得意だったらそれ狙って、逆にホームラン得意じゃなかったらイチローみたいにポンポンヒット出してるのもいいんだよとか、逆にヒットできないんだったら、ね、ピッチャーになればいいんだよとか、いろんなことを教えてくれるわけよ。でここで、あ、こうやって成果を出すんだっていうので、このでっかいゴールを小さなステップに分けて、そこから反対ずつ、OK、3年後のゴールはここだったら2年後にはここにいないといけない、2年後にここに行くんだったら1年後にはここにいないといけない、じゃあこの1年後のこのゴールにたどり着くためにこの最初の3ヶ月はどうやるんだ、そういう考えを、やり方を教わると持つことができるんだよね。だから今後自分の人生でっかいことに挑戦したい、ねね、この挑戦も愛で選んだよ、幸せになっていいか、ね、私にはこのようなすごいことをやって、まあ、すごいことって本当は四方よしだと思うんだよね。自分のいいし、自分にもいいし、相手にもいいし、世間にもいいし、天にもいいんだよ。でその流れで自分も活動したいんだったら、それは
愛が許すのか、愛がそれ OK っていうのか、で四方よしが通ってたら愛はあなたが活動することを待っているんだよと。だからいやいやそんなこと私にはできませんっていうのは愛に対しても失礼かもしれないし、愛はそれを逆に言わないと思うんだよ。愛はあなたが活動することを待っているかもしれないよね。でこれから活動しているとき、やる気と決断すっごい大切なことなんだよ。自信も大切なんだよ。でもう一つ大切なことはやり方、ロジカルステップでやっていくっていうのはめっちゃ大切なので、ぜひですねこの自分のなんかやってきたことでやる気がなくなってしまったっていう経験があったら、ぜひコメントで説明シェアしてみてください。そしてみんなもちょっとそのコメントにお互いシェアするような形でちょっとみんなで応援していこうぜ。で今度逆にどうやってやり方を学んだか、僕はこうやったらすっげーいい学び方があったんですみたいないいことがあったらお願いだけど、このビデオの下でシェアしてみんなで応援するような形でシェアしてくれないかな。ぜひお願いします。 Alright guys、 あとねこのビデオがいいなと思ったら、もちろん ライクをしてくれるとそれ俺のガソリンだから助かるぜ。でもそれじゃなくて、なんか今難しいところにいて新しい人生を挑戦してるっていう人で、この動画がなんかの贈り物になるじゃないか、なんか励ますことができるんじゃないかって言ったら、ぜひ送ってあげていただければ幸いです。 Alright you guys, I'll see you on next Monday at 7 p.m. I love you guys. Alright, follow your heart. I love you guys. I'll see you next time. ありがとう。